兄歌北九州は2009年より北九州市 RKB 毎日放送アパマンショップが開催している複数アーティストの出演によるアニメソングコンサート。会場は福岡県北九州市小倉北区の北九州メディアドーム西日本総合展示場。フロンティアワークスが運営する兄歌革命とは関係ない。2012年はあるあるシティライブプロジェクトとして開催された。本記事では2015年以降のあるシティが関わるポップカルチャーイベントについても記述する。会場となっている北九州メディアドームは2008年度に開業10周年を迎え、その記念事業としてアニメソング界の有名アーティストが集結する大型コンサートを開催した。同様の大型イベントは首都圏に一極集中する傾向にあるため、首都圏以外の大都市圏、都市圏で定期的に開催されるイベントとしては最大規模となる。その規模の大きさから入場者の3分の1は、北海道から沖縄まで全国からの福岡県外、来場者が占めており、アジア、ヨーロッパ、アフリカなどといった海外からの集客もある。イベントの中心人物は、影山博信で、北九州市長の北橋健治への面会に際しても、アーティスト代表として、表敬訪問しているほか最多4公演に出演し、各公演の公式サイトや市広報映像、共感テレビなどでファンにメッセージを残している。福岡県出身の出演者が各公演に必ず1人以上は参加しており、福岡県以外の九州出身者も多く出演している。自身の単独コンサートは3大都市圏のいずれかのみで、当イベントが九州初公演とするアーティストも多い。一方、2012年公演の時点で全公演に参加しているアーティストはいないのに加え、各公演の半数以上の出演者が初出演となっているため、出演者の入れ替わりが激しいイベントとも言える。演奏する楽曲は、基本的に出演者側に選曲させており、アニメだけに縛られず、ゲームやタイアップのない曲なども披露される。また、福岡県内で放送しているアニメや MBS、TBS、テレビ、東京制作の作品に限らず、自由に選曲されている。同様のイベントで見られるアーティスト同士のコラボレーションは行われていない。初回から2013年まで、バックバンドは、ギター、ベース、キーボード、ドラム、マニピュレーターで編成されており、開催年によってはバイオリンが参加する。開催日時点での未発売曲や未発表曲が披露されたり、次期アニメ主題歌や単独ツアーの発表なども行われることがある。2009年公式掲示板、来年も見る隊での熱意や各終演後のファンによる主催、共催への継続開催の嘆願書により毎年開催されている。ファンの音響、物販、座席配置など運営方法の改善に対する意見や転換時間短縮、映像化希望、前夜祭り開催の意見などを数多く取り入れ続けている。映像化に際してはシークレットゲストを含む全出演者の映像が使用されており、レコード会社の垣根を越えた珍しい形となっている。アニメソングコンサートにおいて、地上波放送で楽曲を途中でカットすることなく、1時間以上、ライブ特番を組むのは、当イベントのみとなっており、同様に珍しい。初回公演の2009年は、約4時間、直近公演の2014年は、約6時間と開催を重ねるに合わせ長時間にわたる傾向があり、2010年から、公演中盤20分から15分程度の休憩時間が設けられている。入場券も同様の他イベントと比較して安価に設定されている。また、開催地である北九州市では漫画文化の振興と賑わいづくりを目的として2012年4月27日にサブカルチャー商業施設あるシティが開業、ついで同年8月3日には北九州市漫画ミュージアムが開館した。それに伴い、2012年は、あるあるシティライブプロジェクトとして、西日本総合展示場に会場を変更し、2014年も同会場で開催した。2014年は、北九州ポップカルチャーフェスティバル内イベントとなっており、2015年は、キータクポップフェスあるあるステージが開催された。同イベントは、毎年11月もしくは12月に開催されており、来場者数は2日間延べで約17万人となっている。2009年詳細2010年詳細太字は初出演者。2011年詳細太字は初出演者。2012年詳細太字は初出演者。2013年詳細太字は初出演者。2014年詳細太字は初出演者、ユニットメンバー。ありがとうございます。